いくら不愉快でも、妨害になっても、新聞に対しては面白く仕事ができる。雇い人が雇い主に対して面白く仕事ができれば、それが申請の結構というものである。大学では講師として年俸800円を頂戴していた。子供が多くて家賃が高くて、800円では到底暮らせない。仕方がないから、他に2、3軒の学校を駆け歩いて、ようやくその日を送っていた。いかな漱石も、こう本命に疲れては、神経衰弱になる。その上、多少の述作はやらなければならない。推挙に述作をするからだ、というなら言わせておくが、近来の漱石は何か書かないと生きている気がしないのである。